容量反応関係とは、生物に対して化学物質や物理的作用を与えたときに、物質の容量、濃度や作用強度と、生物の反応との間に見られる関係を言う。単一個体で容量に応じて、反応の程度が変化する関係を言う場合と、個体群全体の統計的性質を言う場合がある。例えば、生死のように二者択一的な反応を指標とする場合、 致死量、あるいは病気による死亡を防ぐのに、有効な投与量は個体により異なるので、個体群全体の死亡率で反応を表現する。容量反応関係を明らかにすることは、医薬品や環境汚染物質等の効力及び安全性や、リスクを評価する上で不可欠である。平行回離定数 KD の異なる二つのアゴニストの容量反応曲線。青い曲線は、 緑の曲線よりも強力なアゴニストを示している。X 軸に物質容量や物理作用強度を Y 軸に生物の反応をとり、容量反応関係を表したグラフを容量反応曲線という。物質容量としては、濃度のほか、個体あたりもしくは体重あたりの物質重量が用いられる。反応の指標としては、死亡率、生存率のほか、症状、 効果の強さまたは頻度が用いられる。容量反応曲線は X 軸を対数表示にすることも多く、この場合は普通、シグモイド曲線となる。シグモイド曲線の当てはめには、ロジスティック関数、プロビット関数などが用いられる。一般には、ある容量未満では反応はゼロであり、この数値を式位置という、医薬品では毒性または 副作用の指揮値と有効容量との関係が重要である。Y 軸にはある反応を示す個体の頻度を取る場合が多い。ここで効力や有害性の強さを表す数値として頻度が50%となる容量がよく用いられる。これは薬効に関しては半数有効容量である。毒性に関しては半数毒性容量。死亡に関しては半数致死容量であり。 これらは、毒性の強度を表す数値としてよく用いられる。有害性に関して、死亡を指標としない場合は、ED50 あるいは半数阻害容量として表示する。ありがとうございます。